改めまして、こんばんは、久保ちゃんと、リュウジンタミトさんです、よろしくお願いします。初めてのね、オリジナル曲をね、最初まだ私カバーばっかりやってた時に作詞はできるけど、なんかオリジナル曲欲しいなーってなーとなしに別に何もつぶやいたんですよ。ミクシー、その時ミクシーが主演です、もう古いけど。でほんなリュウジンタブトさんがわしやったら作曲ただやでって言うてくれて、初めてのオリジナル曲が思い出あなたを抱きしめたいが初めてのオリジナル曲でタブトさんに作ってもらいました。イエイ。作詞が私久保ちゃんで、作曲がリュウジンタブトさん。 そっちからはい、あ、そっちからします。思い出からあの、はいはいはい、あのでは、いきます。ちょっとだけ。実は、この後行く3曲、作った年が2013年。ということは、もう9年経ちました。そうなりますか？早いです。そうなりますか？もう早いですね。結構ロングロングですね。うまいね。ロングだよ。すごい。お前すごいな。これ意外と人気なんですよ。隠れて。あ、そうなの。男性女とか女の子に。じゃあ、思い出あなたを抱きしめたい、聞いてください。ずっと一緒だと思ってた。ずっと仲良しだってね。あなたは私に光をくれた。だけどいつからかすれ違い、お互いを傷つけ合ってた。私見えているのにね、見えないふりをして気持ちごまかしてた。本当はね、離れたくないよ。Never
久しぶり。